豊岡市立豊岡小学校は、兵庫県豊岡市中央町にある公立小学校。略称は、豊岡省1873年2月17日に、学生の交付により、来号寺を仮校舎として定め、豊岡小学校として開校式を挙行した。しかし、同年4月には、手狭となり、高校寺に移転し、 開校から2年が経過した1875年9月に本町の旧豊岡藩地水野屋敷に新校舎を建設した。1922年1月に完成した新校舎は兵庫県北部地域では初めてとなる和洋折衷の鉄筋コンクリート構造であった。1940年12月に京極指定に豊岡小学校同窓会附属図,図書館を開設し、 1943年12月には、図書館を町に移管し、現在の豊岡市立図書館となった。1947年4月に教育制度改革に伴い、豊岡南中学校の開校式並びに入学式を、校道で挙行し、校道にて授業を開始することとなった。翌1948年には、新生高等学校発足に伴い、 旧西兵庫県立豊岡中学校と旧西兵庫県立豊岡高等女学校が統合されて兵庫県立豊岡高等学校となったため併設していた豊岡南中学校が旧兵庫県立豊岡工女学校の校舎に移転した。開校以来、同校では豊岡市における主要なイベントが実施されており、1950年の第1回市民体育大会、 1951年9月には、第1回、豊岡市卸売見本市が開催されている。1957年8月には、首都、商工会主催による、田島開発博覧会を開催し、6日間で来場者10万人を超えた。例年5月には、大石陸を忍ぶ大石陸祭りが開催されている。ありがとうございます。